おはようございます、池上です。いや、昨日の100回目ちょっといろいろ機材のトラブルとかでグダグダになってしまったんですけれども、今日から101回目ということでまた改めて頑張っていきたいと思います。ということで早速ですけれども、こちらエアバス320のコックピットの方、皆さんにこう予告だけしておいてもうやるやる詐欺になるんじゃないかっていう勢いだったんですけれども、見ていただいている通り、こちらのですねチェックリストの方を今回は作成しましたので、ぜひ皆さんとシェアさせていただいて、よりリアルに近い状態で飛べるようにということで、実際にエアバス320を飛ばしているキャプテン、それから今回から新しくエアバス330を飛ばしていらっしゃるキャプテンの方にも加わっていただいて、この3名でいろいろディスカッションさせていただいて、作られたチェックリストということになってきます。ということで、早速内容の方を紹介していきたいと思います。ということで、今回はですねチェックリストと補足のマニュアル2つっていうところで、トータル3部構成でページ数としては8ページ分ぐらいっていうところになってきています。で、今回のチェックリストはちょっとイレギュラーな部分っていうのがあって、本来のチェックリストっていう用途からすると、必要な事項だけこういろいろこう羅列されていて、ここは忘れちゃいけないよね、キーポイントだよねっていうところだけをグッと抑えるような内容で制作するんですけれども、なので例えばエアラインなんかだと本当にペラ紙1枚でノーマルプロセージャーはチェックリストが作られているっていうような世界なんですけれども、今回はですねそういった意味ではチェックリストにプロセージャーも実際にこう織り込まれているような形で、多少オリジナリティの出ている部分はありますけれども、これをですね上から順にフォローしていっていただくと、基本的に取りこぼしなくエアバス320を飛ばすことができると、そういったチェックリストになっています。それからもう1点、こちらの2枚の方のペーパーっていうのは、1枚は完全に予備情報ということで、後で紹介しようかなと思っているのでちょっと横にいていただいて、この2枚ですね、今回こだわったポイントとして、やはり初めてこうフライトシミュレーターで旅客機を飛ばすっていう方が大半だと思うんですよね。で、そういった方々が見てパッと目に留まって、かつ簡単にプロセージャーを確認していけるっていうことが重要だっていうところで、この統一見解のもとに作っていたというところなんですけれども、よく見ていただくとそれぞれチェックリストの横のところにカラーリングと番号っていうのが入っていて、あとで動画編集の時にはクリアなキャプチャー動画かなんかを当てるようにしておきますけれども、ここのですねそれぞれチェック項目の右横のところにですね色と番号っていうのが入ってます。例えばパーキングブレーキっていうのが一番上の項目であるわけですけれども、これは B-4-1 ということで、もしこのパーキングブレーキの位置がこのコックピットの中でどこに配置されているのかがわからないという時には、まずこの色分けの部分で、こういった形でオーバーヘッドパネルが青色、それからメインパネルが黄色、センターペディスタルのところが茶色ということで、この3色で色分けされてます。で、この中で先ほどのチェックリストを見返すと茶色の項目で示されているので、まずこの茶色の色っていうところからセンターペディスタルの話をしているんだなっていうのをフォローしていただけるということですね。で、その中でもさらに詳細が知りたいという時に、ここの番号を追ってあげるっていうことで、その詳細を知ることができるというふうになっています。具体的にはこれがセンターペディスタルのイメージになるんですけれども、センターペディスタルの中で B-4-1ということで、ここの番号を追っておくと B-4-1という項目がここになるので、ここにあるノブを操作してやればパーキングブレーキを解除できるんだなっていうことを簡単に分かることができるっていうのが、今回のチェックリストとイメージ図のリンクしているところということになってきます。で、同様にこれを見ていくとそれぞれの項目があるので、まずはこの項目を見ながら進めていただければいいと思いますし、徐々にファーストステップとして慣れてくると、まずはこの色だけを見て、あ、そういえばオーバーヘッドパネルのここら辺にあったなっていうのを思い出していただくだけでもすごく大きな一歩で、それができるようになってきて、徐々に徐々にこうパネルを覚えていくと、最終的にはここのカラーの部分がなしでも自分で上からチェックリストを進めていってオペレーションできるということになってきますので、ぜひそこを目指してですねやっていただければというふうに思っています。
さあ、ということで、ちょっと今日話がメインというところでどんどん進めていますけれども、このチェックリストにですね、乗っ取って手順を進めていくと、最終的に飛行機が一連飛び立って着陸するまでっていうところができるようにというふうになっています。で、細かい離陸だったりとか着陸のティップスみたいなところは、明日以降の動画、多分3本仕立てか4本仕立てかっていうところで、まだちょっと収録だけで編集できていないので、どれぐらいのボリューム感になるかっていうのは掴みきれないところではあるんですが、で、明日からですね、このチェックリストを使いながら、そういった部分の細かいフォローアップをしていこうというふうに思っていますので、ぜひ初めてバス320飛ばしてみたいという方はもちろんですし、これまで飛ばしててあんまりこうしっくりこないんだよなっていう方は、そちらの動画を参考にされながら、それからまたこのチェックリストをうまく使っていただいてですね、進めていただければと思っております。ちなみに冒頭も少しお話しましたが、こちらのチェックリストっていうのは本来はまあもっとコンパクトなもので、紙ペラ1枚になることが多いんですけれども、今回はですね、プロセージャー、いわゆるこう手順をですね、一つずつこう追っていくような形で作っているので、そういった意味で誰が見ても同じ操作をしていけば、それなりにプロフェッショナルっぽいやり方というかですね、そういった追体験ができるようにということで作っていますので、ぜひそういった側面は押さえておいていただければというふうに思います。それから一部こう実際エアラインのパイロットに監修してもらっているものの、リアルとは多少異なるよねっていうところもあります。で、それは何かっていうと、実際であればこのノーマルチェックリストだけではフォローアップしきれないっていう項目があったりですね、こういろいろ煩雑にあるということで、今回は汎用的に誰でもこう飛ばした時に同じクオリティが出せるようにっていうところにフォーカスして作ってみていますので、一点そこだけはご了承いただければと思います。とはいえ、実際9割ぐらいはですね、実際のオペレーションに近い形に出来上がっていますので、そういった意味では非常に楽しみにしていただいてもいいんではないかなというふうに思っています。さあ、ということで、ちょっと今回気合入れて作りすぎたっていうところもあって、かなりこう紹介だけでも長くなってしまっているんですけれども、一番最後にもう一点だけフォローアップ的に説明してみようかなというふうに思っています。この今見ていただいている2枚の紙っていうのが、今回リファレンスとして作ったものになっています。このシートは何かっていうと、ライティングのポジションとイルミネーションのポジションっていうのをそれぞれ指し示していて、ここのボタンを操作すると、ここのイルミネーションが光りますよっていうようなのをつけているということになっています。さあ、ということで、101回目の動画ということで、ちょっと100回目残念だった部分を挽回できたらよかったなというふうに思っているんですけれども、まあ、この後ですね、また編集してみて様子を見てみようかなというふうに思っています。本日はですね、チェックリストの話ということで、概要欄の方にダウンロードリンクつけておきますので、興味のある方はダウンロードして、トライしていただければというふうに思っています。それからもう一つお願いになってしまいますけれども、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。チャンネル登録も本当におかげさまで1000人っていうような、次のまた一つ大きな話題が見えてきているので、ぜひぜひフォローアップしていただいて、毎朝更新を確認していただければというふうに思っています。本日もご視聴ありがとうございました。また明日の朝からこのチェックリストを使った動画を上げていこうと思っていますので、ぜひ引き続きよろしくお願いいたします。また明日の朝もお会いいたしましょう。それでは。